はこの奥だね。ここはウェルテクス大陸の西部を治める国、シュベールト王国。農業を生業とする穏やかな気風の国だが、モンスターと呼ばれる異形のものが跋扈し、人民に多大な被害を与えていた。尊き命が失われることを嘆いた王は軍を設立し、国内各地に兵団を配置して人々を守っていた。だがそれでも被害はなくならない。王をはじめ多くの人民が悲嘆に暮れていたその時、一人の姫が剣を取った。美しくも惜しく戦場をかけるその姫を人々は戦姫と呼んだ。休んでるところごめんね。新しい従者を紹介しようと思って。新しい従者ってダルの代わりの人？そうそう。ラツ、おいで。
お初にお目にかかります、プリム姫。僕はラーツ、本日より姫の従者となりました。以後よろしくお願いします。こんにちは、はじめまして。私、戦姫のプリュム、プッちゃんって呼んでね。よろしく。新しい従者を連れてくるのが遅れてごめんね。ずいぶん不便だったでしょう。そんなことないよ。どっちかって言うと寂しかったかな。ダルが急にいなくなっちゃったし。だからね、ラーツが来てくれて嬉しいな。ありがとうございます。そう言っていただけると僕も嬉しいです。あとね、私敬語って好きじゃないの。だから普通に話してくれる？はい、わかりました。じゃなくて、うん、わかったよ。そうそう、その調子、仲良くしようね。さて、自己紹介も終わったし、そろそろ仕事の話を始めようか。ラーツ、戦姫とは人民を守るため兵の先頭に立ちモンスターを狩る姫将軍というのは分かってるね。はい。では戦姫の従者とはなんだ？戦姫に付き従い身の回りの世話をするものですよね。半分正解で半分アウト。正解は、いついかなる時にも戦姫に付き従い彼女のサポートをするものだよ。いついかなる時にもと言われますと、戦場へもついていくってこと。え、僕も戦場へ行くのですか？そう驚かなくても大丈夫。危なくなったらプリムが助けてくれるから。でもずっと守られてるんじゃダメだよ。徐々に強くなっていってね。はい、肝に銘じておきます。別に一緒にいてくれるだけでいいよ。前の従者のダルは何にもしないで私を応援する歌を歌ってただけだったから。ダルはそれでよかったけど、ラーツはそれじゃダメだからね。とりあえずプリムについていって実戦経験を積んできてほしい。はい、わかりました。できる限り努力します。うん、よろしくね。それからプリム、ラーツはあんまり戦闘経験がないから気を配ってあげてね。はーい、任せて。久しぶりに来てみれば随分と賑やかになったじゃないか。あ、ユニー。もしかしてそこにいるヤサ男が新しい従者か？そうです、はじめまして。僕はラーツです。あなたはどちら様ですか？ああ、はじめまして。私はユニ、工芸士だ。城の工芸品の修理工というやつだな。ちょうどいいところに来たね、ユニ。せっかくだからプリュムたちについて行ってあげてよ。ラーツがほぼ初陣でね、プリュム一人じゃ心配なんだ。なるほど、そういうことなら構わない。どうせ暇だし、最近運動不足だったんだ。それにダーヘルを殺し姫兵団を壊滅させた例のモンスターのことも気になっていたしな。はい、命令を受けたら即行動。はい、行ってきます。現場に到着。ここでモンスターと戦うんだよね。うん、でも大丈夫だよ。そんなに強いモンスターじゃないからね。ほらプリム、一般兵とお前を一緒に考えるんじゃない。もうユニってば心配性なんだから。大丈夫だよ、ここにいるモンスターは。骨パンダだもん。うわ、大きい。慌てるな、そう難しい相手じゃないから。そうそう、ドカってやってズバババーンってやれば簡単に勝てるよ。わけのわからないことを言ってないで、戦闘準備。
なんとか終わった。ねえユニ、骨パンダが武器を落としていったよ。武器だと？なぜモンスターがそんなものを持っているんだ？人間を襲って奪い取ったのかな。モンスターがそんなことするかな。私武器取られたことないよ。そうだよね。ひとまずその武器を持って帰ったらどうだ。放置していくのももったいないだろう。そうだよね。持って帰れば誰かが使うかもしれないし。それじゃあさっさと帰るぞ。私は早く昼寝がしたい。あ、こんにちは。あら、こんにちは。この辺モンスターが出るみたいだから気をつけてね。はーい、あなたもね。綺麗な人だったね。そうだね。でもどうしてこんなところに一人でいたんだろう。あの女、この国の人間じゃないぞ。工芸士さん、どうしてそんなことがわかるんですか。いや、なんとなく。それよりラーツ、その工芸士という呼び方はやめてくれ。普通にユニでいい。あと敬語もいらない。そうだよラーツ、仲間なんだから仲良くしよ。あ、はい、気をつけます。それじゃあ城に戻るぞ。そんなに落ち込んでどうしたの。陛下、あの、何をおっしゃっているのかさっぱりわからないのですが。ごめんごめん、翻訳スイッチ切りっぱなしだった。何をやっているんだ。何を。大変なことになっちゃったってどういうこと。ぶっちゃん、陛下がさっき言ってたことわかるの。赤、そこに触れるな。話が長くなる。あ、すいません。実はさ、南の方にさ、でっかいさ、武器庫を作ったじゃん。知らない。そんなの作ったっけ。作ったの。でね、それがモンスターに襲撃されてさ。まさか、その中に保管していた武器を根こそぎ強奪されたのか。ユニ正解。護衛の兵団は何をしていたんですか。兵団の親睦バーベキュー大会をやってて無人だったんだって。大会？バーベキューでなんで大会がつくんですか。いいなーバーベキュー。お肉だったらいくらでも取ってきてあげるから私たちもやろうよ。待ってろこのバカども、話が進まないじゃないか。それでその話がどうなるんだ。武器集めてきてほしいな。いいよ、やるやる。ありがとう、ぶっちゃん。さすがは俺の妹、戦姫。助かっちゃうな、かっこいいな。通常のモンスター討伐任務に加え、武器の回収もするのか。なかなか大変そうだな。そうだね。まあ、一つはさっき回収できたけどさ。もしかして、もう取り返してきたの。さすが早いね、惚れちゃう。この調子でガンガンやるよ。それじゃあ次の戦闘に備えて町で準備しておいで。はーい、行ってきます。ここが道具屋さんだよ。それでもってあっちが武器工房。その後だね。それじゃ道具屋さんにレッツゴー。本日はいかがなさいます。